明日9月、21日の、天気図です。台風16号は、かなり、中国大陸寄りに行ってますんで、今のところは、影響はありませんが、この、秋雨前線、これが今日よりもややちょっと北上してくるような形になりますので、風が、東または北東の風に、明日は変わります。から今日は串本の方は、内冷でも明日はちょっと波が出る可能性が、高くなります。で、明日の天気予報は、北東の風のち東の風曇り、雨は降る予報がありません。一応 20% になっています。で、波 1.5m になってますが、串本の、表磯に関しては 2m から 2.5m ぐらいの波になります。また三郎津方面も少し波が出るような形になりますので、東風に強い、引き、一重とか、椿、白浜、田辺、みなべ、この辺りは、なぎになりますので釣りが十分可能です。